ある村に3つの頭を持つ男の子が生まれました。名前はマーシャル・ディ・ティーチ。数年後、村で大きな災いが立て続けに起こり、ケルベロスの呪いとされて、ティーチは2つの頭を切り落とされてしまいました。ティーチは必死に村から逃げ出しました。逃げ回る日々の中、極度の恐怖心から眠ることができなくなってしまいました。ある日、ティーチは植物学者の老人に出会いました。老人はロックスと名乗る海賊の船で悪魔の実という果実の図鑑を作っていたと話しました。老人はティーチに身に宿る不思議な力の話をたくさんしてくれました。その中でも船長が食べたという闇の実ともう一つの実にティーチは強く惹かれました。老人は死に際にこう言い残しました。図鑑を完成させてくれ。闇の実が必要。白ひげという海賊の船に潜り込む。